皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。今回はこちら、デジテックの RP500 というマルチエフェクターを皆様にご紹介させていただくのではなくて、このエフェクターの使い方を説明させていただこうかなと思います。紹介ではなくて、使い方の説明です。もし、この同じエフェクターを使っていて、なんか使い方がよくわかんねえぜという方いらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。まあ、中にはね、ちょっとその操作知ってるよっていうものもあるかもしれないんですけども、まあ、一通り使っていきますので、よかったら参考にしてみてください。とりあえず電源を入れるとこんな画面になってるはずです。ここに、数字が出てくるんですけども、ここがそのパッチの番号です。初期の段階で100種類入っているはずなので、このまま1番、2番、3番、4番、5番と、で、6番に関しては、1回アップボタンを押して、ここを押すと6番、7番、8番、9番、10番。で、アップボタンを押してという感じで切り替えをしていきます。なんかちょっと違うぞという方、このペダルボードボタンがオンになってないか確認してください。これがオフの状態で、プリセットを選んでいくような感じです。ではでは、ちょっと他の機能としては、ペダルボードボタン。に関してちょっとお話しさせていただきましょうか。ペダルボードモードがオンになっていると、パッチの切り替えは完全にここだけで行っていきます。じゃあ、ここのボタン何するのよっていう話になると、パラメータのオンオフです。例えば、これとか、コンプレッサー、ディストーション、ディレイ、リバーブ、それぞれオンになっている状態なんですけれども、コンプレッサーを一時的に切りたいという場合、このコンプレッサーのボタンを押すと、コンプレッサーがオフになります。もちろん、ディストーションのボタンを押せば、ディストーションがオフになりますし、コーラスのボタンを今、オフの状態なので、ここで押せば、コーラスがオンになります。こんな感じで、今演奏している中で、まあ、音量を上げたいとか、歪みかけたいとか、コーラスかけたい、EQ かけたいとか、そんな時に、このボタンを押して、それぞれのパラメータ、パラメータというか、まあ、それぞれのエフェクトですね、のオンオフを操作するという感じです。で、パッチの切り替えに関しては完璧にここだけで行っていくという感じでしょうか。なので、まあ、ペダルボードボタンも使い、このモードも使いたいし、もっとパッチの切り替えも頻繁にしたいという場合は、このプリセット番号を近くで、プリセット番号の近くで音色を作っていかないと大変です。10番を選択している後に1番の音色を使いたいとなると、オラ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 って連打しなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。なので、1番の音色を9番に持っていって、ここのボタンの操作をできる限り少なくしていくという感じです。では、ちょっと音色作りの方に進んでみましょう。そうだな。音色を作っていってみましょう。音色を作るためには、このエディットボタンを使ってパラメータを選んでいくわけなんですけれども、ちょっと押してみましょうか。一回ポチって押すと、エディットモードに入りまして、下を押すごとに、この各種パラメータのランプが点滅して、どのパラメータをいじるんだいと聞いてきてくれます。例えば、そうだな。いや、一回ちょっと全部エフェクトを切りましょう。エディットモードボタンを一回押していただいて、ワウ、オフ。オフになっているか確認してください。もしここがオンになっていたら、このボタンを一回押してオフにしていきます。コンプレッサーオンになっているのでオフ。ディストーションオフ。で、このアンプセレクトに関しては、ちょっとこれは置いといてください。4番目のこのアンプキャビネットに関しては、ちょっと操作が別です。EQ オフ。ゲートオフ。コーラスはオフになっている。ディレイもオフ。リバーブもオフ。で、エクスペーションプレイ、ペダル。これもちょっと操作が別なので、これもちょっと気にしないでください。なので、最終的にはこのアンプキャビネットのランプとエクスプレッションのこの2つだけのランプになったかと思います。もう一回アンプの画面に行きましょう。アンプの時は、押すんじゃなくて、このまま右に目いっぱい振り切ります。そうすると、ダイレクトという画面が出てくるので、これで何もエフェクトがかかってない状態になります。で、もう一回ボタンを押すと、今度はキャビネット、スピーカーのシミュレートを選ぶ画面になるんですけれども、ここでもダイレクトになっていれば OK です。アンプでもダイレクト、キャビネットでもダイレクト。こうすると何もかかってない状態、バイパスの音を作ることができるという感じでしょうか。で、今、これ何も加工されてない状態なんですけれども、順番としては、まずこのアンプシミュレートをまず決めちゃった方がいいと思います。この一番左側のつまみを選択して、アンプのモデルを選んでいきます。そのアンプのモデルに関しては、説明書のちょうど真ん中のページですね。この14ページじゃないや、15ページに一覧でバババッと載っておりますので、この中からチョイスしていくという感じです。でもまあ、ね、パッと見て、このアンプの名前、何って話になると思うんですよ。なんで、まあ、最初は、アンプの名前とか全く気にしないで、順番に一個一個試していって、
なんかこう音を鳴らして、なんか気に入った音色を見つけていってください。で、なんとなくこの質感好きだなっていうアンプを見つけたら、名前を見つけたら、ちょっとその名前を、なんか線引いておくなり、もしくはなんかメモ取っておくなりして、この名前を覚えておくということです。で、ある程度好みの音を見つけたら、原因を設定したり、もしくはその低音を設定したり、中域を設定したり、高域を設定したり、で、最終的にレベルを調整したりという感じで音作りをしていきます。このイコライザーに関して、ベースとかミドルとかトレベルとか、これわかんなかったら飛ばしていいです。もうこのままで、いじらないでいけば OK です。とりあえず歪み量と、あと音量に関してはわかるかと思うので、この2つは自分のちょうど良い感じに設定をしてください。で、これで、アンプシミュレートの設定が完了という感じです。で、その後にもし、リバーブかけたいなということがありましたら、リバーブを点灯させてオンにすると。で、一応それぞれ説明書の方にパラメータの説明みたいなのを書いてくれているんですが、まあ、正直、話というか、単語が専門的すぎて訳がわからないと思います。訳がわからないと思います。なので、もう適当に、まずいじってみてください。適当です。もうギターをつないで、なんか適当な音を鳴らしながら、なんかをいじってみると、このプレイディレイってなんだ？なんか違いがあるかなと。もう分かんなかったら、なんかこう、あ、これはよく分かんねえや、まあいいやっつって、もう飛ばしましょう。ディケイ、なんだこれ？あ、なんかよく分かんないけど、なんか大きくすると、ディレイが大きくなる気がするぞ。なんかよく分かんないけど、なんかでっかい方にしとこうかな。なんだこれ？これもよくわかんないけど、なんかちょっと違いがよくわからねえ。違いがよくわからねえぞ。まあ、こんなもんでいっか。で、レベルも。わ、すげえ、でかかった。やべえ。いや、でもこれなんか変。これちょっと変じゃね？変じゃね？変じゃね？このぐらいがちょうどいいんじゃね？あ、こう、まあ、これでなんかよくわかんないけど、リバーブ OK っしょ。こんな感じです。本当に冗談抜きで、こんな感じで、いじっていってください。で、その WOW とか、そのコンプレッションとか、コンプレッサーとかに関しても、正直名前見てもわかんないと思うんで、とりあえず、なんかいろいろこういじってみて、音を聞き比べてみて、音を作っていくっていう感じです。一応手前味噌ですけれども、僕のアフタービートギターチャンネルの中に、そのきっとわかるエフェクターというシリーズがあって、そこで一応このパラメータの名前とか、解説とかをしているので、まあ、ちょっと興味があったらその辺も聞いてみると、何かしら理解ができるかもしれないんですけれども、最初はまあよくわかんないんで、なんか適当にいじっていく感じでいいと思います。なんかこれなんだつって。これなんだつって。なんかよくわかんないけど、いじってみよう。ああ。ああ、なんかよくわかんないけど、音は変わってきたぞつって。どうすればいいかわかんねえ。ああ、放置。こんな感じです。で、それぞれそのパラメータをいい感じに設定して、エディットモードをこのエクスプレッションのところから下にすれば、エディットモードが抜けて、普通の通常モードになるような感じです。とりあえず、まあ、覚えておいてほしいのは、まずエフェクトを全部一回切っちゃうってことです。で、アンプシミュレートを選ぶところからスタートして、そこから何か入れたいエフェクトとかがあったら、順次突っ込んでいくという使い方が良いかなと思います。で、この音色を作り終わったら、セーブをしなければいけないので、最終的にセーブをしましょう。ストアボタンを一回押すと、名前を決める画面が出てきます。で、ここのつまみで横移動して、このつまみでアルファベットを変えてみたいな感じで。まあ、ちょっとめんどくさいんですけど、名前をいろいろ決めてください。で、ストアボタンを一回押すと、どこにセーブするんだいと聞いてくるので、このアップダウンボタンを使ってセーブする場所を選んでいきます。11番でストアボタンを押すと、今度から11番を押すたびに、11番をチョイスするたびに、さっき作った音色が出てくるような感じです。はい。で、もし、この11番、いろいろこう音を切り替えてしまったけれども、元の状態に戻したいぜという場合、結構あるかと思います。そういうときは、元のプリセットを呼び出しましょう。この U というのはユーザーの意味です。ユーザープリセットということなんですけれども、このユーザーの領域に関しては、ユーザーが好きに設定をすることができます。いろんな、パラメータを変えたりとか、セーブをしたりとかもできます。でも、この100番まで行ったら F という文字になるんですけども、ここはファクトリーなんとかっていう感じで、そのいじれないところになっております。もう初期状態ということですね。
ファクトリーの100から、1から100、そしてユーザーの1から100、全部共通しているんですけれども、まあ、今、ユーザーの11番をいろいろ変えてしまって、元に戻したいと。そしたら、まあ、ファクトリーの11番を呼び出すんです。ちょっとカチカチしてめんどくさいんですけども。そうすると、元から入ってた音色が出てくるので、ここでストアボタンを押して、名前を決めて、で、ユーザーの11番にストアをすると、元に戻るというような感じです。こんな感じで、ファクトリープリセットのところから呼び出して、ユーザーパッチに上書きをして、元に戻していくという感じになります。で、他に何かあるかな。このアンプキャビネットバイパスボタンは本当にもうそのままの意味合いでございまして、このボタンを押すと、アンプキャビネット、ここがオフになります。まあ、さっき、ここの場所はオフにできないと言ってたじゃないですか。まあ、ここをオフにするためには、このトーンライブラリーボタンではなくて、こっちのボタンってことです。でも、まあ、別に何でもいいと思います。ここ使っても使わなくてもどっちでもいいと思います。で、他には、そのバイパスボタンを押すと、エフェクトが何にもかからずに、そのままギターにまっすぐ信号が行くモードになって、このバイパスボタンを長押しすると、チューナーモードになります。チューニングができる。そんな感じです。で、このタップテンポボタンに関しては、この、ディレイとかの設定をするときに使うんですけれども、ちょっとわからなければこれも使わなくて大丈夫だと思います。ディレイに詳しくなってくるとすごい便利な機能です。このぐらいのタイミングでディレイを使いたいというときは普通に振ればいいんです。そうすると勝手にテンポを自動計算してくれて、ディレイにアサインすることができるという感じです。はい。そんな感じです。とりあえず、基本的な使い方は以上になるんですけど、なんとなくわかりましたでしょうか。とりあえず基本はいじくり回すことです。もうこの辺のつまみをバーッといじって壊れることはまずありえないので、とりあえずいじくり回して音の違いを聞き比べてみて、徐々に知識をつけていくと、経験を積んでいくと。で、いろいろこういじりすぎてわけわかんないというときは、ファクトリープリセットの方から呼び出して上書きをして、元に戻していくというような感じです。もう本当にこの辺は突っ込んだ勝負って感じなので、とりあえずたくさんいじって遊んでいただければ幸いでございます。では、そんな感じでしょうか。以上になります。よかったら、参考になれば嬉しいんですけども、どうでしたでしょうか。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。ははははは。顔映ってないけど、さよなら。ははははははは。